はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。僕たちみたいにね、お花をたくさん扱う商売の人たちはもうね、花粉との戦いがとにかく大変なんです。ただ今ね、この花粉と戦うための一つのアイテム、マスクが全然手に入らない状態ですね。なので今日はですね、この器用な指先を利用して PM2.5 やウイルス対策にもなるマスクを作っていきたいと思います。まあ、よくね、全然こうウイルス対策なんかができてないマスクを作ってる人たちはいますけれども、まあ、それではね、やっぱり花粉とも対決ができませんので、僕はね、ちょっと今日はもうちゃんと花粉とも PM2.5 ともウイルスとも戦えるマスクを作っていきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、これから使用するものを紹介していきます。まずこちらですね、これはフェルトタイプのキッチンペーパーです。ダイソーさんにも売っています。これをね、こう切り取ったこの1枚を使っていきます。はい、次にこのね、ウイルス細菌対策の、エアコンなんかにね、貼るシートですね。こちらはウイルスとか PM2.5 とかそういうものを、通さないフィルターになってます。これを使っていきます。はい、次にこれがクラフトペーパー体です。この中がね、にワイヤーが入っている状態のものですね。よく包装なんかに使うものです。はい、次にこれ丸ゴムですね。なるべくね、これ細いものがいいと思います。これもダイソーさんの商品です。はい、次にこれが両面テープです。これはね、10ミリから15ミリぐらいのものがいいです。はい、あとはね、このカットをするハサミと、物差しとかね、メジャーとかもうこの計測できる測れるものがあると OK です。こうメジャーで測って、ね、28センチですね。28センチの長さを測ってカットしますね。そしたらね、もう両側なんで、もう一本ね、これと同じ28センチのゴムをカットして、そしたらここをね、このように、結びます。こういうふうに結びます、ね。そうするともう、ほら、ほどけないでしょ。これが大体ね、大人用のマスクの、についてるね、ゴムの大きさになりますので、まあ、28センチっていうのは目安で、もっとね、こう、小さくていい人は小さくていいし、子供用だったらもっとループを調整してみてください。はい、では始めていきます。まず最初にね、このように、キッチンペーパーを1枚出しますね。そしたら、ここにね、両面テープをこのように貼り付けます。剥がしてここをね、折り込みます。じゃあ今度は逆さまですね、反対側も両面テープを貼り付けて、折り込みます。いいですか？まあ両方とも、まあ、同じような状態になってますね、こうやってね。そしたらまたこの上にですね、両面テープを貼り付けます。で剥がしたら、このクラフトペーパー体はね、この真ん中辺につけるんですけど、これね、このこっち側の端っこにつけると、一番ヘリにつけると、後でね、
これ鼻のところを折るワイヤーになるので、それが下の部分に来ちゃうので、なるべくねこの両面テープの下側のところにこう貼り付けますよ。こんな感じですね。そしたら折り込みます。はい、折り込みました。いいですか。そしたらですね、ここで一度最初に折り目をつけておきますね。こう逆さまにして、まずこのように半分に折ります。で広げたら、この逆さまの真ん中の折り目にの線に合わせて、このように両側を折り込みます。はい、そしたらこれまたひっくり返しますね。こっち側がワイヤーが入ってるところですね。こっち側がね、ここにウイルス細菌対策の、エアコンのねフィルターの紙をね、この大きさに合わせてカットします。ここの中の大きさに合わせてカットしますね。そしたらですね、ここでここにね、これを貼り付けるんですけど、これね裏側が粘着性になってるんですけど、全然弱いので、やっぱり両面テープをね貼り付けておきますが、そんなに多くいらないので、両面テープをこう同じ長さでカットしたら、大体この長さでねカットしたら、これを半分にカットして、その半分で上等なんですよ。そしたらこの裏側のこのシートですね、これを剥がして、これつけたままじゃダメですよ。破片だけじゃなくて、息も通らなくなっちゃいますからね。はい、このシートがですね、ウイルスとか PM2.5 とか、花粉を全部通さなくしてくれます。はい、そしたら先ほどのこの折り目ありますよね、折り目通りにもう一度折ってください。こうなったの裏返しますね。裏返してもう一度折りますよ。もう一度折ります。いいですか。何度もやらせんなよと思ってるかもしれませんが、これ大事なんで、いきますよ。はい、折り目がつきました。はい、そしたらここにこっち側がワイヤーが入ってるところです。ワイヤーが入ってるところを上にして、最初の折り目ありますね、ここの折り目を、こうつまんであげたら1センチぐらいですかね、1センチぐらいこのように上に折り込みます。
もうちょっと1センチ以上折り込んでも大丈夫かな。まあ、このようにこうやってつまんで折り込みます。どうですか、戻っちゃうんですよ、この付箋も。付箋はこのね、フィルターがあって結構ね、ですけど、まあ折り込みがついてるんで割といけます。で、今度真ん中辺のところについた折り込みですね、ここの真ん中についた折り込みがここにあるので、この折り込みを持ってまた同じようにこうやって、折り込みをつけますね。ギュッギュッと跡をつけておく。ちょっとまた戻っちゃうんですけど、まあ跡がついてるんでまたやりやすくなりますのでね。はい、した最後のところ、ここはここの最後のヘリの部分ですねに合わせて折り込みをつけておきます。はい、そしたらもうこれ線が、あの折り込みが癖がついてるので、折り込みやすくなってますから、この通りに折り込んでいきます。はい、そしたらここでちょっと物を押さえておきますね。だいたいこの時のここの幅が8センチから10センチぐらいですね。今これ9センチぐらいでできてます。そうすると市販のマスクと同じぐらいの大きさになります。そしたらここのこの部分ですね、はい、そしたらここの部分に、両面テープを貼ります。反対側も、同じように両面テープを貼ります。これ折り込みますよ。はい、そしたら反対側も両面テープを剥がして折り込みます。そしたらもう一度ここに両面テープを貼ります。反対側も両面テープを貼ります。そしたらこれ剥がしますね、両面テープをね。はい、そしたら、ここにこのね、結び目が中になるようにこのように、ゴムを入れて、ここで折り込みます。
はい、このような形になりました。で正面に向けるとこういうね、あのプリーツの入ったマスクが出来上がりです。はい、どうですか。市販のマスクとね、あの大きさもほとんど変わらないですよ。これで、PM2.5 も、ウイルスも花粉も全部通さなくなってますので、これで完璧です。でね、もしさっきのシートがねもったいない人は、これねシートをつけないでこのが、キッチンペーパーだけでね、マスクを作ってここだけシートを当てて口に当てとけば、まあ、それでも防げますけど、もうこれだったらね、この作り方だったらもう完璧にもう防げます。ここでプリーツもこうちゃんと取れるようになってます。完璧です。はい、今日はこちらのマスクですね、マスクの作り方を皆さんにお伝えしました。ちょっと大きめにこう作るっていうのもねできます。でプリーツ反対に入れることもできますけど、プリーツ反対に入れると、まあ、ここにゴミが溜まっちゃったりとかする場合もあると思うんですよね。まあこれね両パターンあるんですよね。で両パターン今作ってみたんですけど、こっちがちょっと大きめでこっちが少し小さめですね。今作ったのが少し小さめです。これはね、ここの折り方、プリーツの入れ方で、調整ができるんですね。でなので、いろいろとね、皆さん試して自分のね、オリジナルマスクを作ってみてください。これでね、もうほとんど市販のマスクとほとんど変わらない効果が出てるんではないかと思います。ただ、まあ、科学的にね、解明されてるものではないので、まあ、ただね、ここに書いてある、この、除菌シートの、ね、スペックを見れば、結構いけてるはずです。これは、はい、なのでぜひちょっと試してみてください。今日はこちらのマスク作りでした。皆さんありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こちらができたマスクです。ね、これね、例えばね、ハッカとかをね、スプレーしたら、もう本当にこう、メンソールっぽくなるし、なんか好きなね、こう、香りとかをね、スプレーしてあげると、良いと思います。なかなか、ちょっとやってみます。で、ここで穴でこう調整ができて、今ね、これ結構目立ってますけどね、これ。今ね、わざと見えるように茶色いやつを使ったんですけど、これね、シルバーを使うとね、見えなくなるんですって。結構ピシッとするんですよ、ここ。ほら。間空いてないでしょ、全然。あれ、いや、かなりいいですよ。全然。すごくこう、風通しも悪くないですし、風通しとか空気の通りも悪くないですし、なかなか優れてます。素晴らしいと思います。我ながら、はい、ぜひね皆さんも作ってみてください。では皆さん、マスクを作って、花粉 PM2.5 とか花粉とかウイルスとか乗り越えていきましょう。今日は花粉緊急対策マスク作りでした。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.